俺の心号の鈴木圭介騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今日のレース馬場水分 1.4% でした。馬場水分この状況はいかがでしたでしょうか。まあ、水分はまあ夜になるとやっぱ軽めになるんで、はい、まあ、タイムは速くなると思いました。はい、さあ重量差が最高40キロで俺の心子は680キロというトップハンデだったんですが、その点はいかがですか。そう、まあ、特別の680という荷物はまあ平場みたい荷物だったんで、はい、まあ、特に気になりませんでした。はい、さあ本レースはさっきあの昨年のリーディングサイヤー上位5頭の産駒によるレースだったんですが、ゴール前の2頭はどちらも雲海号の産駒でした。鈴木圭介騎手から見てですね、俺の心号の雲海号はのどんな部分を受け継いでいると思いますか。そうですね、本当性格は真面目だし、やっぱ体がやっぱり大きいところが特徴ですかね。はい、おめでとうございます。次回も期待しております。はい、おめでとうございます。本日のメインレーススタリオンカップを制した、はい、俺の心の鈴木圭介騎手でした。はい、オッズパーク賞第7回スタリオンカップの表彰式を終わります。おめでとうございます。